YouTube ファミリーオフィシャルチャンネルをご覧の皆さん、オラマスクドヤットです。この度ですね、 N チャンネルのオヌピ、いや M 氏からこのマスクドヤットに質問が来ました。その質問とは、今後来日した際誰と対戦したいですか。誰と対戦したい、いや逆に誰か対戦してくれるのですか。それを聞きたいと思います。まあそうですね、いろんな分野でいろんな人と対決したいと思います。まあそうですね、まずは強いてあげればベースボール翔平大谷対決したいですね、うん、そしてフットボール、アンドレス・イニエスタ、対戦したいですね、うん、そして MMA ニクル・アサクラ、ボコボコにされますね、そして将棋藤井聡太、これは対戦したいですね。何手でやられるのか、はい、それをやってみたいと思いますね、はい、そして何よりも私マスクドヤットが対戦したいのは M 氏、あなたです。あなたとあることで対決したいと思います。それは何かというと、そこはトランキーロ、あっせんなよ。ということで来年1月、いや2月、お楽しみに。そしてこのマスクドヤットから次なる質問、誰にしようかなと考えたんですが、あの方にやろうかなと思います。それが誰かというと、そこはトランキーローではなく発表したいと思います。このマスクドヤットから次なる質問はこの方、プリティケンチャンネルケンさんです。はい、ケンさん、そのケンさんに質問です。ケンさんが今後、まあ乗れる乗れないは別にして、乗りたい車、その車種ベスト3を教えてください。これがマスクドヤットからケンさんへの質問です。ということで、YouTube 家族オフィシャルチャンネル、最後までご覧いただきましてありがとうございます。ケンさんから誰にバトンがつながれるかは、トランキーロあっせんなよ、ということでお楽しみに。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。それでは最後にケンさんにバトンタッチ、バイバイ。